あ、夏病待て、夏病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 、僕革命家なのね。切ってほしい。はいはい。もう死んでんの？死んでんの？ちょうだいよ、やっとだ、ちょうだい、ちょうだい、はいはいはい、なるほどね、なるほどね、どれだください、今食ってる、なるほどね、波動砲で決めますよ。あ、波動砲なの？波動砲だよ。頑張ってね。どこに打つ、どこに打つ。僕パン君ね、波動砲のね、おすすめのあるよ、ポイント。あら、ここちょ、こっちです、こっちです、うん、ここここね、シャワーの上とシャワーの下どっちもしばけるから、こっち見てますわ。うん、マジだわこれ。素晴らしい。シャワー、うん、ふんふん、ふん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 、長くない、このターン。やります。ゴーゴーゴー、左に行ったらっしゃい。待って、できてない。ミスター、あー、ミスターし登っちゃった。ナイス。はい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 、なんか動きおかしいね、ナツピョンね。ナイスだよ、ナイス。あ、そろそろタスクしよう。タスク、タスク、こんなに最強にしてるね。おお、え、死んでないの、白すぎない？白すぎるやろ、そのボタン。おれ、そんな速度で、そんなことある？原稿版見ちゃったやつやろ。なんで？でもこれあれじゃない？あの、今スキップ入れ、スキップっていうか投票してる人白くない？ねえ、原稿把握してない人。多分だけどさ、いや、バブルがなんかあれだったんじゃないの？ペンギンとかで一人連れてて、そのペンギンがたまたまゲッサーとかだったんじゃないのね。あ、そういうこと？え、僕はあのムービングかなと思ったわ。暴れちゃった。あ、ムービング見られてるか。ワープしてきたのを見てイビルが撃ったとかかなと思っちゃったけど、それはめちゃくちゃあるね。あー、ありそう。力だやったら言いそうやしね。うん、確かにバブルがから言いそうだよね。うわーとか言って、うん、ナム、これナムやね。ムービング、え、これさ、何これ、これ、これどうしたら、どうしたらいいのこれ。触り続ければいいの。見て、ボタンを。よし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 、プテさん白い。一緒にタスクやる？一緒にやりましょう。僕も、僕もっていうか、あとめっちゃ、あと9個あるんです。あー、じゃあ、え、これ何、いつできるの。あら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 、ちょっとあんた、はい、あ、あ、オッケー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 、うわあ、オブの耐えた、誰か死んでる、あー死んでる、あぶねえ、オブの、あらあら、ナムアミダブチ、マジで今足焦げたで、え、待って、パン君も死んでない？あ、あ、本当だ、ラバーズ、どういう表記だったんだ今。BC とラバーズだったとか。あ、そういうこと？そういうことか。初手で渡してる。え、でもさ、いや、それだったら言うと思うよ。相方、あの、恋人が死んでしまいましたって。待って待って待って、多分コメントのやつ見て、残り2人かわかんねえな。何？いや、ごめん、俺の表示ではコメントのやつ見て。何言ってんの？あのパン君とバブルケーキが西大上がってたから、あれか、チャットあれか、今回は単独キルなんで履歴ね。パン君とバブルケーキは道連れ、うん、間違いなく道連れなんで純愛です。さっきあー、じゃあ純愛をしてるんだ。2人投票してない人がいるけど、
あー、ほんとだ。2人投票してない人誰？パン君投票入ってない。だからパン君と PC ってこと？でも死んでた、うん、時間切れでしたっけ？投票で流れましたっけ？あれでも、いや、あのバブケとパン君は、バブケとパン君は会議であの同時に死んでるから。あ、そっか、うん、さっき喋ってなかったもんな、うん、なんかパンさん、うん、そういえば確かに、うん、でポンちゃんは金庫に行ったのは見たぞ。多分金庫あの波動砲で開けて死んだ。左から飛んできてたで、うん、うんうん、飛んできてたで。カメラついてたね。出てこいや、出てこいや、ジャッカル。金庫室でくるくる回ってたんだけど、カメラの前で見ました。いや、金庫つぶしで撃たれるかな俺。金庫つぶし、金庫つぶし、金庫破り、自分の役職間違いそうね。絶対違うやん。絶対違うね。染めたいけど絶対違うやん。絶対違うな。まあ、都心さんも難しそうだよね。赤いそうですね。右側にいたような気がしたな。ぴょんぴょんは？もしもし？僕はね、キッチンから武器庫に行くときに、波動砲鳴ってるときぐらいにキッチンに行って、そのとき武器庫に行ったんだよね。そのときに武器庫に四葉さんがいたから、四葉さん厳しそうだけど、うんうん、武器庫から撃ったら分かんないかなって感じ、うんうん、まあでもさすがに、まあ、キッチンから波動砲見そうなんだよね、うん、キッチンの貨物でしょだって。うん、そう、貨物の金庫のところだね。もう、あ、じゃあ武器庫くらいから撃ちそうなもんやけど、どうなんだろう、うん。ピットか武器庫、まあ、から白出てるんだったら違うかな。武器庫のデュータスクのとこにいたから多分違うと思うよ。あー、そうなんだ。怪しい、位置的には怪しい、うん、怪しくない、うるさい、時系列的に怪しくない。え、これ誰に濡れてるかとかはさ、わかんないのかな。誰に濡れてるかとかって覚えとかないといけないのこれ。はい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 、これさ、さっきレレイ君さ、はいはい、あの革命家でさ、見事勝ちしばいてたじゃん、はいはい、あれってさ、どういうことなの、その一緒にずっと触ってる必要があるの。あ、そうです、なんかこの近くにいると、あ、じゃあ離れた方がどんどん減ってって、うん、で、なんかそれで一人 OK みたいな感じになるんで、次の人のとこ行って、それ覚えとく必要があるの。あ、なんかでも、もう終わってる人のとこ行ってもカウント進まないんで。あー、なるほどね。そうそうそう、それでカウントが進んだら、はいはいはい、じゃあ基本的には近づいてくる人は離れときゃいいんだ。そうだよね。うんうんうん、あ、怪しい。プテプテ革命でしょ。あの、足湯さん、違います、絶対に金庫破りだと思います。お、ほんと？どこに行ったの？うん、本当だ。あ、足湯さん絶対金庫破りやん。足湯さん、何周目ですかそれ、何周目ですかそれ。え、もういっぱい、やばい、おお。どっちどっちどっち、お、生きてる。あー、やろうやろうやろう。治った、危な。危な。え、どこにいんの。トゥルル、なになに、ん、トゥルル言ってた今、聞いたよ。聞いた、聞いたったね。なに、はいはい、ナイス、はい、ありがとうございます。誰も死んでないですよね。いやいや、大丈夫、お嬢が死んでましたよ。え、あ、お嬢、え、波動砲撃ってました、はっちゃんって横町に。なんでそんなえ、何のこと言ってるの。2人で、こちら2人で、2人で、2人で何を言ってんの。愛の共同。あ、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 はいはいはい、いや、な、うまいなそれ。いや、多分だけど、うん、俺カメラ見てたの、うんうん、で、多分見られたって思ったんじゃないかな、皆さん、うん、僕が死んでも村頑張ってください。僕ははっちゃんをイビルゲッサーで撃つ。はい、おー、すごい、すごい、すごい、ナイスゲッサーかな。白や、確実に白です、ゲッサーじゃん、うん、ゲッサーなんです。どうもゲッサーです。
え、すご。あ、じゃあやっぱじゃあよっちゃん、じゃあよっさんが、いやいや、私あのムービングやからな。2分の1だった今。ムービングムービングやからな。バブ系じゃないの？いや、私ムービングやからな。あー、まあバブ系がムービングの可能性はありますね。うん、まあまああるけどね。あと、なんで私だと思ったんだろう。かっちゃんと確かに金庫にいた。でも、はっちゃんがビーム打つ方じゃなく打たれてる。金庫室打つ方がいないと。そうね、ランさんがまあ2人で。左側から打ってましたよね。うん、金庫にはいて、私ダウンロードタスクしとったもん。え、金庫室ですか？そうです。おお。あの、足湯さんが金庫破りです。もう破ってましたね。足湯さん金庫破りだな。足湯さんもう間違いないです。そうな。じゃあ、トシさん打ったら？いや、もう今弾がないんですよ。一旦は一回か。あ、そうなんだ。これ、でも僕思ったんですけど、うん、貨物からラウンジに行ってる時に波動砲流れてきたんですよ、アーカイブらへんから。うんうん、それと同時にメリーさんが左から来たんですけど撃ってないですか？いや、ちょっとさすがに撃ってないですね。その波動砲の方面から来たんです。あ、じゃあこれでもさ持ってるよね。まずいんじゃない？まずいよ。やれるのって突進さんか波動砲の二択だから、与沢さん釣るんだったら突進さん絶対次金庫破り打ち抜かないと。わかりました、間違いない。まあいいんだよ。じゃあ与沢ちゃんズバ釣りますか？じゃあ、まあ、え釣るしかない。金庫破りはもうそんな浮いてるの？え、メーカーみたいな投票になった今。え、あ、は、あれ、あ、何これ。あなた革命家ですね、マサヤさん。あれですよ。どういうことですか？あ、これはさっきミサトランハッちゃんが議論中に死んだんで、そのタイミングで、うん、全員に塗ったっていう革命家がいたっていう状況になります。え、でも僕最後さ、ミサトランに塗れてなくて、いや、プテハシが最後投票して終わってんじゃん。あ、僕投票しましたよ。関係ないですよ。僕も投票しましたよ。投票さ、一番最後に革命家がとにかく投票した瞬間に終わるんで。あ、じゃあ関係ないんだ。他の人の投票は正直関係ないんですよ。だからハッチャンミサトランに塗れてなくて、まあ、あるいはどっちかだけ塗れてなくて、でも、あ、そうか、革命会議のモーションは出なかったけども強制革命会議になってたっていう状態で。なるほど。はい。ああ、そういうことか。あの、マサヤさん革命家じゃないんですか？マサヤ革命家じゃない。え、これマサヤちょっと頭悪くてわかんないんだけどさ。聞こえない。え、はいはい、マサヤ喋ってない？はいはい、聞こえるよ、聞こえるよ。いや、聞こえますよ、聞こえますよ。おい、突進が悪い。え、ただいま、突進不満性の声聞こえない。あ、今聞こえました、今聞こえました。あ、よかった。なんかわかんないんだけど、突進くんが実はイビルゲッサーでさ、イビルゲッサーでハチャ撃つって言ってゲッサーを撃った可能性はないの？そんなこと言うんだったら撃っちゃいますよ。あ、脅しで訴えられるかもしれない。四つ葉さんは波動砲ジャッカルだから、うん、まあ、あ、そうなんだ。ミサトランの証言的にも、うん、僕の違和感的にも最初の、うん、だから、うんうん、もう金庫破りやれる人が正直ゲッサーしかいないんですよ。まあ、インポスターって多分金庫でキルするとしても多分停電でごちゃ切るとかだから、あんましないんですよ。足湯さんです。あれ、これでも金庫破りで、あ、足湯さんですよ。足湯さんを金庫破りでデスビームキー。おー、強い。ナイスナイスゲッサーだ。なるほどね。何の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 何めっちゃ通ってたもん。ハッチャンが誰？これペンギン？ペンギンかな。ペンギン。ペンギンで。革命家追加だから放置でいいんですもんね。独裁者が落ちてる場合は。そうだよね。そうですね。うんうん、投票どうだったっけ？投票はまあ革命家は独裁者が生きてたら勝てないけど、独裁者がいなかったら追加勝利になりますね。うんうんうん。独裁者誰？あ、そうか、追加か。まあ、私は権力は持ってますけど。いいな。嘘つくな。権力僕も。マンサヤさんに入れます。僕もです。おお。マンサヤ移動するだけの人ですけど。いや、もう権力持ってるんで僕は。移動するだけの人。ああ、もうじゃあ。レレーのサングラスの奥は悪い顔してる。まあまあ頑張って。笑ってる。
笑ってる。おお。許せないよ。なるほどね。頼む、終わってくれ。だけなのに。チェックメイト、ジエンド。おお。終わらんのか。なるほど。プテさん、しろ。ポンズさん。ポンズ？ポンズいないよ。マジかよ。あとジャッカル。ペンギンだけだよね。ボタン。はい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 。まあ権力持ってるんですけど。まあ突進レレイ隠しろだからプテユタナツピョンのどっかに、うん。そうだね。そうなりますね。僕はプテさんだけは白だと思ってます。突進さんからね。もう白をねいただいてるなんか。あ, でもありがたいことに。はいはいはい。うんうんうん。ジャッカルが残ってるんですよね。いや、ジャッカルは落ちたんじゃないですか。落ちたんですよ。落ちたんですよね。はい、ユタさんっぽいけどな。いやいや、トシンさん、僕、足湯さんの金庫破りをずっとお伝えしてたじゃないですか。白くないですか。いや、あれは別に白くない。ピコーン。どうも、工藤新一です。 お疲れ様です。いや、チャラいな。あの時、足湯さんが金庫のタスクをしてる時、ユタさんは金庫のタスクを見てるだけでタスクやってなかったってことは人外ですよね。おお。いや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 。ティリティリティ。一個はやりましたよ、トシンさん。いやー、物覚えが悪いんで覚えてないっすよねー。あらあら。ユタさん、ちょっと悪いけど釣られてもらってもいいっすか。ダメですよ、トシンさん。そしたらでも。白出せるんだったらユタ、うん。まあユタさん釣りで勝てるでしょう。えい。いいですよ。そのノリで。それで。投票しましょう。人生ノリと勢い。レレさん。助けてください。まあ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 権力は持ってますよ私は一応。そうだよね、レレイさんを巻き込めばこっから逆転が可能ってことですよね。レレイさん、いやできるな、まだできるな。逆転っていうか、東京で逆転ができますよね。レレイさんを白で見れるんですか。確かに僕たち2人で波動砲を避けたのもありますし、2人でタスク、ペンギンですよ、一応ペンギン残ってんのはジャッカルじゃなくて。いやでもプテさんそれでも白かったですよ。夏ピョンはなんでそんなに粘ってるの。ってこと、全部僕もう白の行動しかしてないよ。俺が釣られた後の行動してんのは夏美さんの方かなと思ってます。ちなみにちょっと待ってください、夏美さんがもしかして人外なんですか。突進さんが手さんの白要素って別にペンギンって白要素取れる要素あんまないからさ、若干波動。あのね、一応夏美は僕視点でちょっとだけ白いから、まあユタさん釣りの方が負けにくいと思う。あでも、うんうんうん、いや僕はユタさんに投票しあれだけど、トッシンさんの白要素だけなんでかっていうのを聞きたかっただけかな。いや、それぐらい僕のそう特にない。一旦特にない。特にないんだ。いや特にはあるでしょ。レイさんここで変な投票してなんかグダって負けるのやだから。一旦レイさん、僕夏美さん入れるわ。やめとこ。ユタさん、僕に何か言うことありますか。レイさん、夏美さん入れましょう。お願いします。ダメだ、お願いします。そのねえ、レイさん、じゃない。ユタさんってなんか貨物とかでさ、そう動きましたよ。キャッキャッキャッ。ってこと待って、ってことはここで会えばいいのか。ちょっと待って、やばい、おとしんさん今オッケーって聞こえましたよ。なんかオッケー。え、違うこの昇降機右に行く件です。ああ何もオッケーじゃない、状況はね。状況は何もオッケーじゃない。これで夏ぴょんがインポサなんで、夏ぴょん夏ぴょん夏ぴょんいけるかな。夏ぴょん待って、夏ぴょん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 、僕革命家なのね。レリーさん切ってほしい。はいはい。え、レリーさんを切ってほしい。どういうこと。僕は革命家なのよ。あ、じゃあプテさん僕とだから組む。ねえけど。あ、トシンさん、トシンさん、下、下にいる。違う、待つよ。レリーさん、左行ってる。行きましょう。左、okay、トシンさん、僕は犠牲に。トシンさん、そっ、レリーさん、離れて。トシンさん、離れて。え、もう死んでんの。レリーさん、死んでんの。何も言いません。誰も言いません。トシンさん、やうまっ。笑いすぎ。うっそー。すごーい。いや
ですね。素晴らしい。ナイス。いいですね。お見事。面白かったな。お見事やねー。